で分からなかったりするんですけど、まあ、白い肌とかですね、なんか鼻の形とかで結構分かったりするのかなというふうに思います。あと、まあ、スタイルとかですね、そういうのでも結構分かったり、まあ、いろいろな人種がいて面白いなというふうに個人的には思います。なかなかですね、ユニークな国だなと。で、海外事業業務の方からサイトでアフィリエイト、うざいとかですね、そういう声もあります。あと、占いのアフィリエイトはどうなんでしょうかと。あと URL の作り方とここも細かいところにもご相談いただいてますね。まあ、いろいろですね、ご相談いただくんですけれども、実際ですね、まあ、占いとかスピリチュアル系は実はアフィリエイトは結構ですね、ジャンルとしては人気あったりします。まあ、要は興味を持ってる人が多いんですよね。で、なんかもうアフィリエイトがいっぱい出てきてうざいっていうのはあるんですけども、これですね、まあ、やる側からしたらですね、きちんと誘導して本当にですね